Last Bronx. なんかリサちゃんに攻撃の方法を教えるってのも変だけど、一応今回は俺が教えることになってるから。さて、気を取り直して、まず相手を攻撃する方法から始めようかな。そこに P ボタンってあるだろ、それを押すとこの三節棍が、 K ボタンを押すと蹴ることになるんだ。よし、じゃあ P ボタンからやってみようか。次は K ボタンやってみようか。いける。俺が言うといまいち信憑性に欠けるかもしれないけど、相手を叩いてるだけじゃ勝てないからな。やばいと思ったらガードしないとな。そこに G ボタンってあるだろう。それでガードだ。押している間中ガードできるからな。立ったまま押すと上段と中段攻撃、しゃがんだまま押すと下段攻撃をガードできるからな。はいはい、わかったかい。ブロンクス。ラウンド1ファイト。レッドゾーン。